はい、こんにちは、こんばんは。 YouTube をご覧の皆さん、国平です。このチャンネルは日本の未解決事件、行方不明事件、猟奇的な事件などを取り上げ、皆さんと一緒にその真相を考えていきましょうというチャンネルになっております。本日未解決事件第16弾は名古屋妊婦切り裂き殺人事件についてやっていきたいと思います。はい、皆さんお待たせいたしました。この事件は1988年、愛知県名古屋市中川区のアパートで発生した猟奇的な殺人事件です。臨月を迎えた妊婦が首を絞めて殺害された後、腹部と子宮を鋭利な刃物で大きく切り裂かれ、切り口から胎児を取り出された後、子宮に電話の受話器とキーホルダーを押し込まれた状態で帰宅した夫に発見されたという事件ですね。世間を戦慄させたこの事件は、15年後の2003年3月18日、犯人の手がかりをつかめないまま時効が成立しています。はい。まあ、猟奇的な事件としては、すごく有名な事件なので、皆さん一度は聞いたことがあるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、犯人の目的がいまいちわからないというところ、そしてなぜこの妊婦が狙われてしまったのかというところがすごく疑問が残る事件なので、皆さんと一緒にその辺も考えていけたらなと思います。それでは早速事件の概要を見ていきましょう。1988年3月18日愛知県名古屋市中川区に住む会社員男性、当時31歳には妊娠中の妻27歳がいました。妻の出産予定日は3月13日だったのですが、すでに5日が過ぎ、いつ生まれてもおかしくないような状況であったため、夫は1日に2度は家に電話を入れるようにしていました。午後1時ごろ、夫は会社から電話を入れ、自宅の妻に陣痛が起こっていないかを確認しています。午後6時50分、退社間際になって夫はもう一度自宅に電話を入れました。しかし10回コールしても妻は電話に出なかったそうです。午後7時40分、夫が自宅のアパートに到着します。いつもなら明かりがついているはずの2階の自宅の窓が真っ暗で、洗濯がまだ干しっぱなしになっていることに不安を覚えた夫が階段を駆け上がり、自宅ドアのノブに手をかけると、普段用心深く施錠してあるはずのドアがスッと開きました。そして夫は家の中に入ったんですけれども、この後ちょっと不思議な行動をとるんですよ。というのも、まあ心配になって駆け上がってきたはずなんですけれども、部屋の電気もつけずに一旦自分の部屋に戻って、そのまま着替えを始めるんですよ。電気をつけないまま着替えを始めました。すると真っ暗な部屋の中からかすかに何かの音が聞こえてきます。夫は最初それを空耳と思ったのですが、やがてそれが赤ん坊の泣き声だということに気づきました。そして電気をつけて奥の部屋に行って夫が見つけたものは、無残に腹を切り裂かれた妻と血まみれの赤ん坊でしたと。夫は救急車を呼ぼうと電話のある方の玄関に引き返したんですけれども、なぜかあるはずの場所に電話機がありません。その疑問を考える暇もなく、夫は下の住人に電話を借りて119番通報をします。そして赤ん坊だけは奇跡的に一命を取り留めたということですね。うん。で、まあこの発見された妊婦の当時の状況なんですけれども、発見当時被害者は電気こたつの横に仰向けの状態で横たわり、両手は紐で後ろに縛られ、コンセントにつながったままの電気コードが首に巻きついていました。被害者の遺体に性暴行や激しい抵抗の跡は見られなかったということです。被害者の足の間には弱々しく泣く血まみれの赤ん坊が放置されており、睾丸、太ももの裏、膝の裏には刃物によってつけられた傷がありました。
被害者の死因は絞殺、首を絞められて殺害されたということですね。しかし電気コードは死後に首に巻かれたものと判明し、凶器は別のものとされました。絞殺後、犯人は薄く鋭利な刃物で被害者の腹部を縦38センチ、子宮を12センチにわたって切り裂き、子宮から赤ん坊を取り出して放置していったとみられています。さらにその後ですよ、被害者の子宮に電話の受話器とキーホルダーを詰め込んでいったと。受話器は自宅玄関にあった当時の最新のプッシュ式電話機から切り離したもの、そしてキーホルダーはミッキーマウスと車のキーがついたものであったと。しかしなぜこれをお腹に入れたのかという犯人の意図は分かっておりません。分かりませんよね、そんなの。なんでお腹の中に入れたんでしょうみたいな。そして犯人は現場に何も残しておらず、キッチンには血を洗い流した跡だけがあったということですね。ここまでのお話の中でですね、夫の行動を不審に思った方って結構いると思うんですよ。僕もそう思います。というのもやはり心配で心配で、一日に何度も家に電話を入れて、そして自宅に到着してすぐに異変に気づいたわけですよ。外から見て2階の電気がついていない、そして玄関の鍵も開いていたという状況の中で、電気もつけずにいつも通りに着替えを始めたというのが、ちょっと不思議ではありますよね。なんかそういうところからも最初のうちはですね、警察も犯人は夫なんじゃないかというところで捜査をしたようなんですけれども、不思議ですよね。そして犯行時間と思われる時間にこの妊婦がどのような行動をとっていたのかということなんですけれども、この夫婦はサイドビジネスでアムウェイの家庭用品を販売していました。犯行当時の午後1時50分頃、知り合いの主婦、当時31歳が子連れで被害者宅へ来ています。2000数百円の脱臭剤を購入し、妻はその代金を自分の財布にしまいました。後にこのお金は犯人に奪われています。そのまま31歳の主婦と妻は談笑し、午後3時頃には妻は主婦と子供を階段下の駐車場まで見送りに行っています。その時彼女は自宅のドアに鍵をかけていなかったと主婦が証言しており、犯人はその際に部屋へ侵入したのではないかという見方もあります。また主婦は手土産にイチゴを持ってきており、食べ残しのイチゴが盛られた食器は犯行後もこたつの上に置かれたままだったと。胃を解剖した結果、殺害時刻は午後3時過ぎとされました。手土産に持ってきたイチゴを2人で食べて、その食べ残したままのイチゴの食器がこたつの上に置かれていたということで、その片付けをする暇もなく犯人に殺害されてしまったのではないかということが考えられているわけです。なので鍵をかけずに駐車場に見送りに行っている間、ほんと 1,2 分の間だと思われるんですけども、その間に犯人が自宅に侵入し、待ち伏せされて殺害されたのではないかという見方があります。はい。それでですね、この日ですね、実は不審な男が目撃されているんですよ。事件のあったアパートの下に住む主婦が犯行当日に不審な男を目撃したと証言しています。それによると、犯行当日の午後3時10分から20分頃、
自宅玄関でドアノブがガチャガチャっと回り、チャイムが鳴ったのでドアを半開きにすると、身長165センチ前後、30歳ぐらいの一見サラリーマン風の男が立っていたと。男は中村さんのところを知りませんかと聞いてきたが、主婦は知りませんと答えてすぐドアを閉めたということです。男は近くの駅から周辺のアパートやマンションを訪ね回っている姿が数人に目撃されていたと。警察は犯行当日にアパート付近を通りかかった400人以上をしらみつぶしに調べたのですが、不審な人物の行方は分からなかったと発表しています。まあ僕ぶっちゃけこの不審な人物が犯人だと思って間違いないんじゃないかなというふうに思うんですよ。そのアパートの下の住人を訪ねてきていた時間も3時頃、そして主婦が殺害されたと推定される時間も3時頃、時間もマッチしますよね。そしてまあ犯人像っていうのはいろいろ推測されているんですけれども、まず夫もしくは顔見知りの人物の犯行ではないかというところ、この線は僕ないんじゃないかなと思いますね。というのもまあ争った形跡がなかったと。もし顔見知りであって家の中に、まあ、招き入れた状態で殺害されようとするのならば、何かしら争った形跡はあるんじゃないかなと。そしてそのもしこの主婦に恨みがあって殺害に至ったのであれば、赤ん坊を外に出そうとするかなと。恨みがあったなら、あって主婦を殺害したならば別に赤ん坊を助けようとはしないと思うんですよね。なのでちょっとこの顔見知り夫、その周辺の犯行というのは違うかなというふうに僕は思いますね。そしてこの事件起きた後に警察は犯人をある程度仮定して捜査を進めていたそうなんですよ。というのが医療関係者なのではないかという説ですね。腹部が38センチにわたり、カッターナイフのような薄い刃物で 2,3 回同じ箇所をなぞって切られるという手際の良い方法で切り裂かれていた点、あとはへその緒も切断されていた、医学に関する専門的な知識をある程度持った人物、すなわち異常性格者に限らず医者、医学生による犯行という可能性を持って捜査をしたそうなんですよ。そのため犯人は妊婦に異常な関心があり、医学的知識を持った成人男性という人物を仮定して捜査を進めたと。しかしですね、遺体の傷を調べたところ、実際の帝王切開とはあまりにも大きく異なっていたため、医療関係者が犯人という説はほぼ成立しなくなったと言っています。まあはっきり言わせてもらえば、はじめからですね、なぜ警察そこに絞って捜査しちゃったのかなっていうのが僕思うところなんですよ。まず帝王切開っていうのは普通は横に切開するそうなんですよ。でまあ何か理由があって縦に切る必要がある場合は、膀胱を傷つけないようにへその直下から下向きに切ると。しかしこの妊婦さんは下から上に向かって切られていたと。何が言いたいかというと、医療関係者であって胎児を取り出す実験をしたかったというのであれば忠実にやると思うんですよ。横に切るか、もしくは膀胱を傷つけないようにしっかりと教科書通りの方法でやる。そして胎児を取り出した、そこで終わるのって僕医療関係者じゃないと思うんですよ。医療関係者だとすれば全部やってみたいわけですから、胎児を取り出した後に縫合までを全てやると思うんですよ。
しかしこの犯人が取った行動は、そこに異物を入れて縫合せずそのまま放置していったと。うん。明らかにこれは胎児を取り出すことが目的だったわけではないなというふうに僕は思うんですよね。なのでちょっとこの警察の最初の捜査の仕方っていうところを、その犯人像の絞り方を間違っちゃったなっていうのはこの事件思うところですね。じゃあ犯人の目的は何だったのかというところなんですけども、僕これについてもね、妊婦を狙った、妊婦に興味があったものの犯行ではないかと考えられていることが多いんですけども、それ違うんじゃないかなと思うんですよ。別に妊婦を探していたわけじゃないんじゃないかなと。まあ他の家も回っていたわけですよ。中村さんのお宅を知りませんかと。まあ別に中村さんという人を探していたわけではないと思うんですけども、この犯人の目的は殺人だったと思うんですよ。僕殺人をしてみたいということでターゲットになる人物を探していたんじゃないかなと。そこでたまたま目に入ったのがこの女性だったと思うんですよ。でまあたまたま下の家、アパートの下の部屋の住人を訪ねた後に、この妊婦が駐車場に見送りに来ているところを見つけたと。そしてね、その後なんですけども、まあ、部屋の中、鍵が開いていて、部屋の中で待ち伏せをして殺害したんじゃないかという見方があるんですけど、それって難しくないですかね。このアパートの写真を見るとですね、駐車場から玄関見えるんですよ。主婦の家の、殺害された主婦の家の玄関は見えるんですよ、駐車場から。そして階段も駐車場から丸見えなんですよ。そんな状況で人の家に入りますかね。入らないですよね。もし入ったとしても気づいたら主婦怖くてその家に戻らないですよね。なのでちょっと部屋の中で待ち伏せをしていたというのはちょっと違うかなと思ったんですよね。じゃあどうやって犯人が入ったかというと、主婦が家に戻りましたと、部屋に入ったところを追いかけていって、下の住人に尋ねたようにピンポンを鳴らして家に行ったと。そしてまあ何か理由があって家のドアを開けさせたのでしょう。そこで殺害をしたのではないかなと思うんですよね。ただまあ争った跡がないというところを見ると、まあ完全に主婦が安心しきったような状況、もしくは不意打ちが考えられるかなというふうに思うんですけども、ただまあもしこれが顔見知りの犯行だったとするならばですよ、顔見知りで家の中に入れて不意をつかれて殺害するというのであれば、まあ僕が顔見知りの人を家の中に入れたとしたら、まず一番最初に食べかけのイチゴを片付けますよね。それがそのまんまだったということは、やはり家の中にこう、なんていうかな、どうぞどうぞっていう感じで入れたわけではないんじゃないかなと。玄関で対応するつもりで家の扉を開けてそこで殺害されてしまった可能性が高いんじゃないかなというふうに思うんですね。そして、まあ、一番の謎、犯人はなぜ胎児を取り出したのか、お腹を切って胎児を取り出したのかというのも、まずこの犯人の目的第一は殺人だと思うんですよ。そしてまあ計画があったわけでもなく、ただこう人をね、ターゲットを探してこの主婦を殺害したと。殺害した後に犯人はふと我に帰るわけですよ。そして殺害した相手がお腹の中に赤ん坊がいることに気づくんですね、そこで。そしてふと犯人は、あ、赤ん坊を助けなきゃっていうふうに思ったんじゃないかなと。
殺人目的で人を殺害しておきながら、あ、赤ん坊を助けなきゃとふと思ったんじゃないかなというふうに思うんですよ。言ってる意味わかります？ちょっとね、考え方が独特すぎて伝わりにくいんじゃないかなと思うんですけども、こう犯人の心理を読み解いていった時に、殺人をするという目的でやっているので、相手が妊婦かどうかまで多分考えていなかったと思うんですよ。そして、ま、殺人を犯してしまった後にふと我に返って、あ、この中に赤ちゃんがいるとふと思っちゃったんじゃないかなと。そこで助けなきゃ、お腹を切って助けなきゃという思いに至って、その場で衝動的に持っていたカッターか何かでお腹を切って赤ちゃんを取り出したと。それでまあ、首にコードを巻いていますよね、この犯人。その行動からも、まあ、何かしら他の凶器を使って殺害したけれども、そこにあったこたつのコードを巻いて、これで殺害しましたよ、というふうに、後に発見した人に見せたかったと、思うんですけども、じゃあお腹切り開いてあるけど、そこどうしよう、縫うものないし、どうしようどうしようってなった時に、あそこに物を入れとけばいいやっていう考えになったんじゃないかなと。まあ普通に考えていったら、この犯人の心理って多分読み取れないと思うんですけど、なんとなく言いたいこと分かりますかね。すいませんね、ちょっと伝わりにくくて。お腹を、赤ちゃんを助けたくてお腹を開いてしまったけど、そのお腹を元通りにする方法がありません。物を入れとこう。言ってる意味わかります？わかんないですよね。一部では車の鍵を入れて、お前はもう逃げられないぞっていう意味、そして電話を入れて、お前もう助けを呼べないぞっていう意味があるんじゃないかという考え方とかもあったんですけども、この事件そんなに深く考えなくていいんじゃないかなというのが僕の考えなんですよね。プロの犯行なんじゃないか、犯人は医療関係者なんじゃないかというふうに深く考えすぎなんじゃないかなというふうに思うのが、この僕のこの事件ね、思うところなんですけども、ただ犯人は殺人を目的にターゲットを探していたと。そしてたまたまこの主婦に目がついて、主婦を殺害したと。そして殺害した後に妊婦であることに気づいて、あ、赤ちゃんを助けなきゃ、お腹を切り開きました。そしてその状況をどうにかしなきゃ、首絞めちゃったし、あ、そこに電気コードを巻いておこう、そしてお腹空いてるし、あ、物を入れておこう、このぐらいしか考えてないんじゃないかなと思うんですよ、僕、この犯人は。特に顔見知りでもないし、何のつながりもないし、他から急にやってきた人が一人の女性を殺害してお腹を切り開いて赤ん坊を出したと。それに対して犯人像をいろいろ絞り込んで捜査したら、これ犯人捕まりませんよね。というふうに僕、この事件について前々から思っておりました。はい、皆さんどうですかね、この事件。難しく考えすぎなんじゃないかなと。まあ、いずれにしてもね、日本でこんな事件が起きていたのかっていうところを考えると恐ろしいですよね。こんな猟奇的な犯行を日本でね、ありえないですよね。人のお腹を切り開いて赤ちゃんをそこから出すっていう行為をするというのがちょっと、考えられないですよね。僕ですね、ホラー映画とか好きなんですけども、
もしかして見たことある方いるかもしれないですけど、呪怨ってあるじゃないですか。呪怨の、実はあれ映画が出る前にビデオ版の呪怨っていうのがあるんですよ。まあすごい B 級ホラーって感じのものなんですけども、その中でですね、男がちょっとこう気が狂って赤ちゃんをお腹から取り出すっていうシーンがあるんですけども、まあ衝撃でしたね。あれを見た時はホラー映画の幽霊が出てくるとかよりもそこが衝撃でしたね。僕当時あれ高校生の時に見たんですけども、すごく衝撃的で、実際にその事件が起きていたと当時は知らなかったので、もうびっくりですよね。まあちょっと興味ある方はぜひ呪怨の方もご覧ください。あとまあこのご遺族のねその後なんですけども、現在は海外の方で暮らしているということですね。無事一命を取り留めた赤ちゃんももう大人になってますけども、海外で生活をしているということですね。まあこの事件も未解決で、さらに時効も成立してしまっているというところで非常にこう心苦しいところがあるんですけども、まあなんとか真相を突き止めてほしいなと、真相が分かる日が来ればいいかなというふうに思う事件の一つなんですけれども、はい。そしてやっぱあれですね、戸締まり皆さん気をつけましょう。今回の事件はもしかしたら駐車場に出ていたほんの 1,2 分の間に犯人が家の中に侵入した可能性もありますよね。僕言った通りだと、まあ、その時間ではないかなというさっき言ったんですけども、ただやはりそういうリスクを減らすためにはやっぱ少しの外出でも戸締まり、どこで誰が見ているかわからないので戸締まりを大事にしていきたいですよね。今のご時世、今のご時世って言ってもこれもう30年前の事件ですからね。自分の身を守るために戸締まり大事にしましょう。ということで、未解決事件第16弾は名古屋妊婦切り裂き殺人事件をお送りしました。本日もいつもと同じように皆さんコメント等々よろしくお願いします。そしてチャンネル登録まだの方はチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは次回17弾でお会いしましょう。くぎひらでした。